ジュネーブ国連広場の壊れた椅子2019。壊れた椅子はスイス人芸術家ダニエル・ベルセによる巨大な彫刻作品である。スイスジュネーブのパレデナシオン前の広場に設置されている。全部で5.5トンの木材を使って作られており、その高さは12メートルに及ぶ。4本の足のうちの1本が折れているが、これは地雷やクラスター爆弾への反対を象徴しており、 ジュネーブを訪れる政治家にこれらの兵器のことを思い起こさせる役目を果たしている。壊れた椅子は国際 NGO ハンディキャップインターナショナルとスイスの共同設立者でディレクターのポール・ベルモーレンのプロジェクトである。この彫刻はハンディキャップインターナショナルによって1997年8月にジュネーブのパレデナシオン前の広場に設置された。当初は対人地雷の使用。 貯蔵、生産及び異常の禁止並びに廃棄に関する条約が署名される1997年12月までの3ヶ月間設置されるはずであった。しかし、40カ国の締結によってこの条約が発効したのは1999年3月1日のことであった。主要国の中にこの条約に署名しない国があったことと市民の強い支持によって この彫刻は2005年までこの広場に残され、広場の大規模な改築のために移動された。そして工事が終わって2007年2月26日に国連欧州本部前の同じ場所に再び据え付けられた。2007年2月の壊れた椅子の再据え付けはハンディキャップインターナショナルによって公式に2008年12月のオスロでのクラスター弾に関する条約の署名に捧げられた。 この作品は2004年までは彫刻家が所有していたが、その後、所有権がハンディキャップインターナショナルに移っている。ありがとうございます。